どうして私には何もない、存在を許される場所さえもない。どうしてなの？誰か教えて。水面に波紋が広がるよう、一つの思いは伝播する。許せない。どうして私だけ許せない。その強い思いは時空をも超えて。愛が足りないわ。あと、唐突に何を言い出すのだ。だからこの魔界には愛が足りないのよ。愛が足りない？アホか。足りないのはお前の脳みそだろ。違うのです。魔界にはときめきもロマンチックもないのです。これも全部愛が足りないせいなのです。で、デスコさんまでどうしたんですか？そうよデスコ、愛が足りないのなら私たちが愛を振りまけばいいのよ。そうです、お姉様、二人で愛を届けるんです。またちょっと、届けるって一体何をしでかすつもりだ？それはね、こうするのよエミーゼル。うわー、来るなー。こらー、逃がさないですよ。ふふふ、私たちの愛から逃げようったってそうはいかないわよ。おーい、大変だぞお前たち。またもや魔界に異常事態か。頭がクラクラする。悪い夢でも見てたみたい。ディスコも頭が痛いです。お姉さまとお揃いです。正気に戻ったのか。もう愛とか言わないか。はあ、愛？何言ってんのあんた。もしかしてそれは愛の告白ですか？お姉さまは渡さないですよ。このやついるか。まあ正気に戻ったみたいでよかったけど。あ、アホターレ大統領だ。何してんのこんなとこで。まった、何してんのじゃねえよ。まったく、この魔界にまたしても異常事態が発生したんだよ。異常事態？どうせまたくだらんことだろう。これを聞いてもくだらんなんて言えるかな。なんと、俺様も気づかない間に魔界大統領が天使長フロンに交代していたのだ。フロン様が魔界大統領？天界の連中め、疲弊した魔界を侵略する気か。いや、それよりも気づかない間に大統領が交代って、何してたんだお前。なんだよ、俺様は被害者なんだぞ。そんな目で見るんじゃない。天使長が魔界の大統領になると、これは確かに異常事態だ。見過ごすわけにはいかんな。ええ、フロン様のことです。何か重大な理由があるに違いありません。行きましょう。すごいし魔界の者たちよ、この世界に足りないものは何か。愛です。ならば魔界大統領として天使長フロンが命ずる、コンラブ&ピース、ラブ&ピース、ラブ&ピース、ラブ&ピース。こら！魔界大統領は俺様だぞ。速やかに返却しやがれ。
天使長の身でありながら魔界大統領になるとはどういうつもりだ。さっぱりわかりません。わからないだと？大丈夫か、お前んとこの天使長。どうでしょう。私もとっても不安になってきました。わからないんだったら魔界大統領の座を明け渡すんだ。代わりに僕が魔界大統領になる。おお、エミーゼルのくせによく言った。坊ちゃん、抜け駆けはいけませんよ。大統領の座は俺様のものなんですから。それに大統領っていうのはね、国の舵取りと将来を託すべき人物を国民の意思によって選ぶもんなんです。早いもの順で大統領になった人がよく言うですね。とにかく私は大統領の座を明け渡すつもりはありませんから、そのつもりでよろしくなのです。フロン様、どうなされたというのですか。このことが大天使様や他の天使長様に知れたら大変なことに。恐れることはありません。すべては愛のためなのです。なんで大統領になっちゃったかは謎ですが、なったからには悪魔の皆さんに愛を伝えるため精一杯頑張ります。天使長フロンの名にかけて、この魔界を愛で満たすまで大統領として職責を全うする所存です。よく言った。さすが天使長を名乗るだけのことはある。いい覚悟だ。だが魔界に愛など不要。この疲弊した魔界に必要なのは恐れエネルギーと言わした。
皆さん、短い間でしたが、ご指示ありがとうございました。はーいはいはいはい。じゃあ次、俺様が大統領な。今回も早い者勝ちで決定。今こんなやつとムキになって張り合って大統領になっても情けないだけな気がする。俺は何をしてたんだ。なんだかものすごく悪魔らしくないことを口走っていたような。頭が痛い。帰ろ。俺も帰ろ。アクターレのライブの時と同じよね。だな。まるで呪いが解けたかのように全員正気に戻った。この異常事態、事象そのものはバカっぽいが、大いなる力が働いているようだ。わあ、皆さん、愛の心を、ラブ心を忘れてしまったんですね。天使長フロニー、お前たち天使や人間にとって愛とやらが大切であることは認めよう。しかしここは魔界だ。悪魔たちが愛に縛られてしまっては人間どもを恐怖で戒めることができん。そうなればまた人間たちを堕落させることにつながってしまうのだ。バルバトーゼさんのおっしゃる通りです。私は愛を広めることばかりに気を取られ、大切なことを見失っていました。そうです、愛は与えるもの、決して押し付けるものではありません。おかげで目が覚めましたわ。
ありがとうございます、バルバトーゼさん。礼には及ばん。俺は事実を言っただけだ。気を落とさないでください、フロン様。フロン様は何らかの正体不明の力に惑わされていただけなのですから。正体不明の力か。それが問題なんだよな。また新たな戦いが始まるのでしょうか。それならそれで望むところです。もう何が来ようと怖くはないのです。ではみんなで力を合わせてこの異常事態の原因を究明しましょう。ちょっと待て、天使長のお前と力を合わせろと。別にいいんじゃない、あんたも月じゃ世話になったんだしさ。ふん、足を引っ張られた記憶の方が強いな。なすでにうちには天使がいるのだ。天使長が増えたとて問題はあるまい。天使長フロンよ、お前を仲間として迎えよう。はい、ありがとうございます。フロン様とご一緒できるなんて私とても嬉しいです。私もですわ。一緒に頑張りましょうね、アルティナちゃん。よし、それじゃあ今日からお前もアクターレス親衛隊の一員だ。この魔界にはびこる謎の異常事態の正体を突き止めに行くぜ。